「あらすじ」「商家から入り埋もした朝次郎は妻から拒絶されつつも藩の財政難を救うという大切なお役目のために奮闘する」「周りの若侍からは馬鹿にされ疎外されつつひたすら藩のために努めとうとう重要な記録を発見した時」 次郎は妻との離縁を申し出てそれでは最後までごゆっくりどうぞ「入婿十万両山本周五郎」「1」 朝次郎はい今日もまた家中の若いやつらが何か悪さをしたそうではないか矢場瀬源兵衛は茶をすすりながら柔わな目を上げて向こうを見た何つまらぬことでござりますごろ兵衛が先立って連部堂へ誘い込んだ上嫌がるものを無理にしないを持たせ 散々んんに地辱を与えたと聞いたが、よく我慢をしてくれたのう。どうつかまつりまして。朝次郎は色白の顔に静かな微笑を浮かべながら、いずれも腕達者の方々、帰って良き勉強をいたしてござります。そう思って忍んでくれれば重々じゃ。 バカなやつらめが、深い死災も知らず、その方がただ昇華の出だというだけの理由で、恋路の悪いことをしおる。まあ、しばらくの辛抱じゃ。よろず、堪忍を頼むぞ。ご心配をおかけつかまつり、私こそ申し訳ござりませぬ。つつましい婿の態度を、 心地よげに見やりながら、ゆっくり茶を喫した玄兵衛。やがて、さりげない調子で。ときに、どうじゃ娘は気に入ったかは娘、冬、気に入ったかと申すのじゃ。朝次郎はさっと、まぶしげに目を伏せた。もったいのうござります。文に過ぎましたお言葉。 私こそご家風に合わぬと。はぐらかしてはいかん、朝次郎。源兵衛は微笑しながら、遠慮もいいが、ことと次第がある。わかるかことに男女の中というやつはそうだ。遠慮がかえって、無遠慮になるということもあるぞ。はい。よく承知いたしております。 そうか。分かっているならいい。源兵衛はうなずいて。ではもう休むがよい。今宵はその方たち夫婦の心情を奥へ移させた。当分の間そうするから、そのつもりでの。それはまた。何も申すな。わしの計らいじゃ。行け。万事承知。 と言いしゅうとの笑顔を見て、あさじろうは返す言葉もなく、部屋を出た。困ったことになったと思った。奥の間といえば、次の間のない部屋である。どうでも冬と人根を並べて寝なければならぬが、できることであろうか。向こうに来て、 五十四日になるが、娘はかつて、一夜も同じ部屋に伏すことを許さなかった。召使いの者が並べて述べる夫婦のヤグを、いざ寝るという段になると、自分でさっさと隣室へ運び去り、間の襖を閉ざして、寝息も聞かせまいとするのである。おやり奉行、矢瀬源兵衛の一人娘として育ち、 男勝りで、最地、養殖とも、京極家随一といわれる冬の、高く自して曲げぬ強い気象には、実際ちょっと手の出せぬところがあるのだ。弱った、またもんちゃくだな。つぶやきながら奥の前行ってみると、明かりのそばに冬が短暇していた。果たして、 透き通るような静圓な顔に険しいものが見える。朝次郎は大剣を10へかけて静かに座った。朝次郎様。不意は黒曜石のような瞳に冷たい光を浮かべながら向き直った。これはどうしたわけでございます。私は知らないのです。お言葉にお気をつけ遊ばせ。 ピシリと叩くように,さえにって、何度も申し上げるように商人の頃なら知らぬこと武士には武士の言葉つきがござりますさような生ぬるい口ぶりを遊ばしては矢場せ家の対面にも関わりまする気をつけましょうあなたは父に何をおっしゃいました朝次郎は逆らう様子もなく 別に何も申した覚えはないことはございますまい。あなたがおっしゃらないでこんなことになるはずがありません。武辺一鉄の父に夫婦の寝屋のことなどさせられると思いますか実際のところを知らないのです。そういう朝次郎の顔へ冬は冷ややかな一別を与えながら言った。改めて申し上げるまでもありませんが、 たとえ父の申し付けで祝言こそあげたれ。私には心を許せぬ方に身を任すことなどできませぬ。お分かりでございましょうね。良いのままに。父上におっしゃらぬと言うならそれまでです。私はあちらで休みますから。冬は言い捨てて立ち上がった。 霜月の冷ややかな夜の縮まに、ただ一人行がしながら、朝次郎は低く、まるで紙面のそかだな、とつぶやくのだった。いでては、家中の若侍たちに長老され、行ってはお冬の癒し目を受ける。しかも黙ってそれを忍ばねばならぬのだ。何故であろう 朝次郎がやばせ家へ入り向こうした事情を知っているのは、藩主、京国鷹信公と国老、栗屋川幸恵、同じく原口山城、勘定型元締役、布目玄馬、それにやばせ玄兵衛の五人だけであった。その事情を簡単に記すとこうである。 時はこれ、林紙幣をして、原根諸公のうち、元銀三千両を有する者、五氏を入れずと、かっぱせしめた完成年度、徳川幕府をはじめとして、大将の諸藩、いずれも財政難に当面していたが、さぬき、た津の京国家も、その例に漏れず、 年代の疲弊積もり積もって、反省はほとんど逼迫の頂点に達していた。ここにはその詳細を述べるようはないが、最も困難を感じていたのが、大阪の府詳、山や八左衛門から借り入れた五万余両の金である。これには吉野の檜山が抵当に振り当ててあったため、 万一返済ができぬ場合には、京国家の重要な財源を抑えられることになるのだ。そうなっては万事休すというので、重役は九首財政立て直しを図ってみたが、どこをどう改革すべきか差し当たっての妙案というものがない。しかも、山屋の仕切り期限は、この年、 十二月二十五日という定めだ。とても我々の死案では切り抜けられぬ。と、さじを投げた国老を栗屋川幸恵は、高信に向かって最後の案を申し出た。この上は是非がござりませぬ。今日の岡田観戦先生にご助力を願ったらと存じまするが、 聞くであろうか。おかみは、昌平校にて、教えを置き遊ばした間柄、必ず、ご尽力くださろうかと存じます。岡田寛仙は、医学、国文に通じ、幕府に召されて、昌平校に教弁をとったが、一方、京成、催民の道にも詳しく、一度、入れて、 大官職となるやまれなる成績を挙げ、遅刻家としてもよう驚かした人物である。ではとにかく当たってみようと、高信は事情を愚して、今日に引退している寛仙のもとへ死者を立てた。寛仙は高信の死者から詳しく死祭を聞き取ると。 これは愚弄が参っても致し方がないと言って、死者に一通の書面を託して返した。待ちかねていた高信がそれを受け取って読んでみると、大阪の唐物売買賞、何和屋総右衛門のせがれで、浅次郎と申す者がいる。これは、節郎の門弟で、在理の道に詳しいから、これに、 おまかせあるがよろしかろう。何やか方へは、当方から通じておく、という意味がしたためてあった。大阪の何はや宗右衛門といえば、空船物を扱って、巨万の富者と評判の商人である。そのせがれとあれば、理財の道にも長じていようし、また、 観戦先生が推薦する以上、凡人ではあるまいと、早速死者を立てて朝児童を迎えたが、素性が商人では反省に参与させることはできない。しかも、重要な役目につかせるのだから、身分も相当にする必要がある。というわけで、高信のお声がかりをもって、矢場瀬玄米の一人娘、 冬ののにとっったのであった。であもちろんこの事情は秘密であったから兵国家随一の娘彩色剣美の冬を横取りされた家中の若侍たちは怒ったなんだ商人上がりのそろばん祭司がおそらく金の力で押しかけ婿を決め込んだのであろう あんな生ち白いやつに、おやり奉行の後目を継がせるとは、四国武士の恥辱だ。構わぬから、いただまらぬようにしてやれ。と、折さえあれば、恥辱を与えるのだった。娘、冬も同様、ことごとに冷たい目と、冷たい言葉で朝次郎を迎え、五十四日になる今日まで、 一度も寝屋を許さぬのである。早く役目を果たしさえすれば、朝次郎は寂しげにつぶやいた。しかしあの冬、今日にもまれなあの美しさのどこに、あんな激しい気象が隠れているのだろう。あの冷たい目の底に時々ひらめく火花のような光は何だ。 この頃どうかすると俺は、あの目の色が頭について忘れられなくなってきた。不思議な娘だ。朝次郎。廊下で不意に玄衛の声がした。はい。冬はおるか様子を見に来たのである。朝次郎は苦笑しながら声をそめて。 お静かに願います。今よく眠ったところでござりますからそうか冷えるの玄兵衛は安心したように言うと足音をしのんで自分の寝間の方へ立ち去った明かりの消えた闇の中で隣にむなしく述べてある 妻の生めかしいヤングを見守りながら、朝次郎はまじまじといつまでも眠れずにいた。三。国郎、栗屋川幸恵は朝次郎を呼んで、どうするのだ、ともどかしげに言った。もうこれ下月10日、山屋の仕切り日まで、 余すところをわずかとなっている。もう何とか方策が立ったであろう。は、今しばらく。しばらくしばらくと言って何をしているのか。聞けば、六十四日になる今日まで、六六書類も改めず、ただ書庫へ入って、ごカフの判読のみいたしておるそうだが、埋蔵金の記録でも探し出そうというのか。 明らかに皮肉である。とにかくもう少々お待ちを願います。朝次郎はそう答えて引き下がるよりしかたがなかった。恩師寛戦は別離に望んで。これはお主でなければできぬ仕事だ。もし行ってみて妙作がなかったなら兵庫家の家父を調べるがよい。 必ず悟ることがあろう。と、謎のような言葉を選別にしたのである。浅次郎は辿つへ来て、半生の一般にざっと目を通しただけで、とても急場をしのぐ策など立てられるはずがないということを知った。そうすると、恩師の言葉に頼るより他に法はないから、京国家家父の 閲覧を願い出た何のために家父を見るのか朝次郎には謎だった。果たしてお言葉通りを信じてよいものかそういう迷いも出た。しかし、現に必死の期日を控えて他に策がないのである。朝次郎は毎日途上するとすぐに書庫へ入って 食事の糸間も,も惜しく、家父の判読を続けるのであった。雪絵の催促は日ごとに激しく。どうだ、妙案が立ったか。今日こそ待ちかねたがどうした。もう行く十日しかないぞ。席に咲いてくるし、日は恐ろしいほど早く経っていく。浅次郎はようやく不安になってきた。 もう一度先生に確かめた方がよくはないか。家父を見ろとおっしゃったのは何か別の謎ではなかったのか。疑いは疑いを生んで、いよいよ感染のもとへ書面を出そうかと思い始めた。11月19日のことである。家父を調べて、慶長15年7月の甲にかかったとき。 何を読み当てたか急に瞳を輝かして、いや、これはと低く叫び声を上げた。そのまましばらくは食い入るように記録を読んでいたが、これだこれだこれに相違ない膝を打っていった。浅次郎の他にこの仕事のできるものはないと言われた先生のお言葉が、 これで初めてわかる。そうだ。生き返ったようにつぶやくと、すぐに必死の用意をして、記録の一部を書き写しにかかった。家父の中から何を発見したかということは、後にわかる。半時ほどして書庫を出た浅次郎は、老職の詰め前へ行って、雪江に会った。どうした 手段がついたか雪絵は顔を見るなり尋ねた。は、どうやらできそうにござります。何、できるというか雪絵は思わず膝を乗り出す。して、その方は改めて申し上げるほどのことでもござりませぬ。時が参れば自然とおわかり遊ばしましょう。 どうぞ私にお任せくださるよだが大丈夫であろうな。さようおぼしめし下さい。朝次郎の顔には明るい微笑があった。城を退出して途中飛脚問屋へ立ち寄った朝次郎が屋敷へ帰ろうとして御徒町まで来ると後ろから大声に。 待て、東岸侍、ちょっと待て、と、呼ぶ声がした。また家中の若い奴らだな、と思ったから、聞こえぬふうをしてゆくと、大股に追ってきて、背後からぐいっと肩を掴んだ。待てと言うに、貴様、つんぼか。どなたでござる振り返ると果たして、牧島五郎兵、 一田銀蔵それと松井宗介という名うての乱暴者三人である朝次郎は肩をつかんだ五郎兵衛の手を静かに押しのけて「これはおそろいでいずれ何を抜かす」五郎兵衛がわめき立てた「四」 あんな大声で呼んだのに、そらとぼけた真似をするな。この礼儀知らずの主張人目。大層ご立腹ですな。こいつ、落ち着いたことを。酒臭い息を吹きながら、ゴロベへいきなり胸ぐらを取ろうとする。朝次郎は軽くかわして。おわぶのござる。ん 手向かいするか酔っているから無法だ。拳を上げて殴りかかる。浅次郎は上体をひねって、その拳を避けると、肘のところを掴んで逆にひねり上げた。む、ま、こ、こいつ誤尺なことをする切ってしまえ松井宗介がわめくと、酔った紛れに半分は脅しで大剣を抜いた。 ところが、その白人の光を見ると、市田銀蔵が前後の分別を失って、この、東ず面と叫びざま、右手からだっと抜き打ちをかけた。あまりの無法さに、官人の王を切った浅次郎。馬鹿者、何をすると絶叫して、市長のように身を踊らせたと見ると、 ゴロベ衛は突き放されて、仰向け様に転倒し、銀蔵の持った大剣は、二三剣飛んで、道の上に章となった。何をうろたえて剣など抜くのだ。朝次郎は、眉を上げて叫んだ。新参なればこそ、遠慮しているのに、己を知らぬ無道者。それほど望みなら、改めて喧嘩を買ってやろう。 さあ参れ日頃の入さとは、がらり変わった態度。色白の顔にほんのり血の毛が刺して、大きく見開いた僧帽には、おかしがたい威力と殺気がひらめいていた。相手の意外な変わりように、銀像らは無論のこと、腕自慢のゴロベイまでが、起き上がることも忘れて、 呆然と目を向いていた。ふふふふ。朝次郎は低く笑った。どうやらお三名とも喧嘩は不特心と見えるな。こっちも立って買おうとは言わぬ。口惜しかったら闇討ちでもかけるがいいであろう。失礼だが、気候らの痩せ腕で切れる相手ではないぞ。 そう言って冷ややかに三人を見回したが、さっと袴の裾をはたくと、キビを返して朝次郎は立ち去った、うん。できる。見損なった。ゴロベ衛は半身を起こしたまま、朝次郎の後ろ姿を見送って、短象の声を上げた。このありさまをもう一人、 それこそ夢見るような気持ちで見守っていたものがある町並みの軒に隠れていた女冬であった所用あって通りかかりに思いがけぬ朝次郎の姿を発見して彼女は身動きもならず立ちすくんでいたのだまああの朝次郎様が頬を染め熱い吐息をつきながら 冬の目は遠のく朝次郎の姿を見つめていた。その夜、夕食が終わって後、ち、今へ引き取った朝次郎は、机の上に筆紙を広げて、長いこと何か書き物をしていた。四つ頃、午後十時頃であった。襖をそっと開けて、冬が入ってきた。 まだおやすみあそばしませぬかという。朝次郎はちらっと見合って。はあ、いま少し。と言ったまま、再び書き物を続けた。冬はしばらく黙っていたが。お茶をおいでいたしましょうかと聞いた。かつてないことである。朝次郎はいぶかしく思って目をあげた。 なんとしたことであろう、冬の顔には薄く化粧が匂っている。帯にくくられた豊かな腰の丸みも、固く盛り上がった胸の膨らみも、今宵は見違えるように生めかしい。そういえば眩しげに朝白を見る相棒にも、今まで一度として現れたことのない怪しい情熱の光がちらちらと、 リンのように燃えているではないか。いや、欲しくありません。朝次郎は短く答えたまま筆を続けた。冬はかすかに吐息をついた。胸いっぱいにあふれてくる激しい情熱。昼、御徒町で計らずも朝次郎の真の姿を見た刹那から。 咳を切ったように燃え始めた愛情の炎生まれて初めて感じる抵抗しがたい欲求に彼女の体は熱い激しいもだいに悩んでいるのだった冬はけれどそれをどう相手に伝えてよいか分からなかった朝次郎は見向きもせずに書き物をしているやがて 冬は静かに立って部屋を出たそして二人の新所へ入って帯も解かずに朝次郎の来るのを待っていたのであるすっかり夜が明けるまで朝次郎が書き物を終えて今から出てきたのは朝食の支度ができてからだったどうした目が赤いではないか 食前に向かった時、玄兵衛は婿の疲れた顔を見ながら聞いた。はい、どうやらご改革の案が立ちましたので、昨夜その試案を練ってみました。おお、いよいよできたか。玄兵衛は金ぜんと乗り出した。たぶんうまく参ろうかと存じます。つきましては当分の間。 ご城内にとどまらねばならぬかと存じまするゆえさようご承知おきください。おおいいとも大事の際じゃ留守は玄兵衛が引き受けるで十分にやって来い。かたしけのございます。冬は悲しげに脇から朝次郎の横顔を見つめていた。 途上した朝次郎はその日から勘定方爪の前へ籠もり布目現場をはじめ役向きの者と共とに反省に関するあらゆる書類を集めて改革案の起草に取り掛かったそれは驚くべき努力であった現場や条約の多くは帝国に途上しまた 退出するのだが、朝次郎だけは爪の間から一歩も外へ出ず、朝は仏業から夜は参考に及ぶまで、必死を手から離さず働き続けた。こうした日がおよそ14日も過ぎた、12月10日の朝である、殿の井の晩子がやってきて、やばせう氏、 かような書面を持った使いの者が、川も口五門へ参ったよしでござる。と伝えた。浅次郎は書面を受け取ってひどくすると、即座に立って、ご苦労でござる。拙者が参りましょう。と出て行った。川も口五門へ行った浅次郎は、半時ほどして戻ってくると、いかにも晴れ晴れとした顔で、土壌したばかりの、 栗屋川幸恵に面会を求めた。何か用かのごとじょう、さっそくながら、おかみへお目通り仰せつけられたく、お願い申し上げまする。お目通りの筋は何じゃかねてお申しつけに預かりましたるけん。ようやく落着つかまつりましたゆえ。 ただいまよりご披露を申し上げたいと存じまする。そうか、できたか。雪絵はにっこりうなずいて。それは何より執着じゃ。行為を伺って参る。待っておれ。そう言って立ち上がった。朝次郎の望みで、えつは大書院において行われることになった。 上段には、京国高信公。列座には、国老栗谷川幸恵。同じく、原口山城。勘定片元締め役、布目現場の三名。矢橋朝次郎は、書き上げた改革案の長所をもって、はるかに平服した。許す。地公を寄れ。高信は待ちかねたイゴで言って 財政の改革にあたって数々の尽力過分に思うぞ。はっは時直答を許す。司祭申し述べよ。朝次郎はわずかに表を上げた。お言葉に甘え、ご直答申し上げまする。何分にも無能どんさいの私、この度の大役。 到底務まるところにはござりませぬ。カニはカニなりに穴の掘りよう。お叱りを受けるは必要かと存じまするが、裁量お任せに預かりましたるゆえ、下魂の旧作をご覧に入れまする。辞儀はもうすに及ばぬ。聞こう。は、恐れながら、あれをご覧くださりませ。朝次郎はそう言って、 広庭の方を指さした。高信はじめ三名が見ると、潜水のほとりに木箱が五つ山、高々と積み上げてある。見慣れぬものだが、なんじゃご改革に入り用の金十万両、お蔵入れ前にご披露申し上げまする。何、十万両とな。 高信も雪江も山城も現場もあっと言ったきりしばらくは二の句が告げなかったひっ迫し尽くして必死の場合に天から降ったような黄金十万両まさに夢のようである朝次郎貴信は向き直ったかかる巨額の金を疲弊した半生より捻出するというは 考えられぬ。これには何ぞ思才があろう。訳を聞かせい。恐れ入りまするお言葉、私より権上つ,つるは、はばかりに存じまするゆえ、ご家父のうち、慶長十五年七月八日の定をご覧くださいまするよう。必ずご了解遊ばすことと存じまする。 さようか、すぐに被験しよう。金十万両にては十分と申すわけには参りませぬが、一応は前後の処置がつこうかと存じられまする。つきましては。と、朝次郎はご改革調書を差し出して、これに、ご反省のうち、開廃すべき過剰を調べ上げ、 僭越ながら、具案をしたためておきましたれば、ご老職において、ご検討、ご主者の上、十万両の配分、よろしくお願い申し上げまする。半月足らずの早急の調べにて、もとより守備整いませんが、多少ともお役に立ちますれば、面目至極に存じ立てまつりまする。世も見たい、預かりおくぞ。 お目をよごし、おそれいりまする。あさじろうは長所を提出して、はるかに下り、早朝をおして、おめどおり仰せつけられ、数々差し出がましき、ごんじょうをつかまつり、おそれいりたてまつりまする。今日はこれにて、お暇くだされまするよう。大義であった。高信は、 重もにをおろしたように、さえざえとした顔で言った。さすがに感染先生の推薦だけあって、消化育ちとは思えぬあっぱれの働き。高信、満足に思うぞ。追って沙汰するまで途上に及ばぬ。帰ってゆるりと休養せい。はっは朝次郎は平服して、 午前を滑り下がった六十万両の金を蔵へ納める一方隆信は書庫から家父を取り寄せ慶長十五年七月八日の甲を雪江に調べさせたそこには意外な記録があったどの 一読するなり、雪絵が叫んだ。十万両の金は、朝児郎のせいか。大阪表、何和屋、宗衛門より献上のものにござりまするぞ。なんという。ここにその死災がござります。すなわち、何和屋の祖先は、慶長の頃、ご曹操、丹後の神高継公の、 ご愛心にて、島田十左衛門と申す者にございましたが、ゆえあって慶長十五年七月、高継公より五千金を配領の上、武士をやめ、大阪にいで、唐船物の売買を始めたとござります。今日、何は屋が巨万の富を要するに至りましたも、元を正せば後藤家のご恩子、 カン先生には、いかにしてか、この事実をご承知にて、朝次郎を選んだものと存じまする。うーん。初めて分かった十万両の出所。さすがにカンの眼識は高かった。朝次郎なればこそ、カフの中からこの記録を発見し、成果に、 十万両提出をうんと言わせることができたのである。申し上げます。若侍が襖際へ来て平服した。ご老職まで即刻お渡し申し上げるよう。やばせ朝次郎殿より。ご書面にござります。朝次郎が書面。いぶかりながら開いてみた行方が。おお。 と言って顔を上げた。殿、朝次郎め、長野おいとま願いを差し出してございます。どうしたことじゃ理由は申しておらず、このまま退獄するとのことにござります。いかん。直ちに死者をやって止めろ。高信は驚いて言った。いとまはやらぬ。余が申したと早く伝えよ。母、 雪江はこうとして立った。そのころ、家へ帰った浅次郎は、ことの始終を手短に玄米へ報告すると、形を改めて、これにて、お召し出しに預かりましたお役目、どうやら無事に果たしましてござりますが、ついては父上に改めてお願いがござります。よいとも、 なんなりと望め。ん兵いはくほくもので、その方ほどの向こうをもって、家中への面目、わしにできることなれば何でもかなえてやるぞ。きっとおかないくださいまするか。よいからもうしてみろ。何が望みだ。私を。 離別していただきと存じまする。玄衛は目を向いた。な、なんじゃ離別離別、とは一度、後藤家の生を汚しましたのも、ただ、この度のお役目を務めるための方便。卑しい町人の分際にて、お歴きの跡目に治るなど、もってのほかのこと。 それははじめより、存念になきことでござりました。そ、そんなバカなことがあってたまるか。それでは、娘はどうなるのだ、娘は。お嬢様は、正常無垢にござります。え、うん、うーん。玄米はうなった。やっぱりダメだったのか。 気ぐらいの高い娘が浅次郎を嫌って寄せつけぬ様子だから、親としてできぬ寝間の心配までしてやったのに。これほどの男を見る目がなかったとは、なんという愚かな娘であろう。ご承知くださいまするか。そうでもあろうが、考え直してくれるわけにはいかぬか。娘が不所存者ゆえ、 親のわしまで面目ない。もしよかったら、改めて、よそから嫁を迎えても。いやいや、ただいまも申す通り、お役目を果たすだけのために参りましたわたくし。もはやここにとどまるようがござりませぬ。お上へも、すでに、おいとま願いを差し上げましたれば、ぜひとも、ご離別を願いまする。とのえも、 おいとまを願ったと。玄米はその一言でがっかりした。ご承知くださいまするな。では、早急ながら支度がござりますゆえ、と、朝次郎が立とうとしたとき、お待ちくださいませ。と言いながら、冬が入ってきて、静かに朝次郎の前へ座った。 様子は次の間にいて伺いました。大阪へお帰り遊ばすとのことでござりますが、それならば私もお連れくださいませ。それは何故でござるか。私はあなた様の妻、妻は夫に従うが道でござります。それにあなた様は今私を 正常無垢と仰せられましたが、私はもはや身ごもっておりまする。これは驚くべき一言だった。何を仰せられるる朝次郎は呆れて、ご当家参って以来、一夜たりとも寝屋を共にせぬこと、おもとご自身とくご承知のはずではないか。 たとえ、寝屋は共にせずとも、夫婦して、同じ家のうちに住めば、夫の気がこもって、妻は身ごもると、下世話にも申してござりまする。いや、いや、うまいぞ。玄兵衛がいきなりわめいた。うまいぞ、娘。同じ家におれば、一つねずとも男の気がこもって解任するか。 あっぱれだ。よくそこへ気がついた。あさじろう、こいつは道りだぞ。しかし、それはあまりに。あまりもクソもあるか。娘の口から身ごもったと申すものを、今更ら知らぬとは言わさぬ。もう婚臨罪離さぬからそう思え。うわっははは。きわどいところで、軍配は娘に上がったな。 うまいところをつかみおった。いや実にあっぱれだ。女の知恵も、馬鹿にはできぬ。見ろ、あさじろうが目をパチパチさせている。うわっは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 。げんべいひとりごまんつで笑うところへ。申し上げます。上中より、急のおししゃにござります。と、カフが知らせに来た。 何急死とな。玄兵衛は急いで出て行ったが、間もなく走るようにして戻ってきて、朝次郎と、入ろうとすると、これはどうだ。あの気いの高い冬が、たもとで顔を覆い、すすり上げながら朝次郎の膝の上へ打ち伏しているではないか。今までの二日は、どうぞお許し遊ばして、ねえ。 涙にしめったしかし初めて女らしい潤いのにじむような声で訴えるように言っている冬は半月も前からあなた様のお寝屋を守って寂しくお帰りを待っておりましたこれからは良い妻になりまするどうぞお見捨て遊ばさずに冬殿朝次郎もさすがに 心を動かされたか思わず妻の「さよう今こそ明らかに妻の」肩へ手を回した源兵衛は歓月の声を抑え足音を忍ばせてそっとそこを離れていった「もう殿の御意を急いで伝えるにも及ぶまい」「浅次郎は間違いなくこっちのものじゃ」 つぶやきながら、はい、入りむこ十万両。最後までご視聴ありがとうございました。このアサジロ、ね。 朝次郎は本当はどんなことを思っているんだろうかっていうことは想像するしかなくてただその行動を見ていると自分がやるべきことを粛々とやってそれがうまくいったからといって その褒美が欲しいとかそういうことではなくてファンが救われればいいというそういう風うに思ってるんですかね周りの人のなんというかう俗っぽい感じと なんか一人違ってすっくと合っているというか凛とした感じが素敵だなって思いますけど、まあ、冬もそういういうに思ったんですよねこの「冬」っていう人もなかなか興味深い人ですよね。 これからどうなるのかなとか、うまくいくといいなとか、ちょっと思ってしまいました。皆様はどんな風にお聞きくださったでしょうか。よかったらコメントに書いてくださいね。次回。